5年前に開発された産業用ロボット。動作を記憶し、物を決められた場所に移動させることができます。長崎地域政策研究所が長崎市に開設した LD プラス。ロジカルシンキング、デジタル、デザインをキーワードに、企業や自治体のデジタル化に関する相談に応じるほか、関連企業のマッチングも手掛けます。また、最新の IT 機器を体験してもらおうと、県内に事業所がある7つの企業の製品を展示。こちらの機器は電波で最大8メートル先にある箱の中の在庫を確認でき、作業の効率化が期待できます。一点一点こうやはり商品を確認するっていうのには、まあ、人手も時間もかかるというところもあって、これまあ電波を使うとです、まあ、一気にこう解消されると。人手不足を解消するための一つの、まあ、あの材料にはなると思いますし、あ、こういうことができるんだっていうようなこう気づきを、まあ、みんなであの高めていく、まあ、そういったこう場所になっていけばいいかなと思っています。 LD プラスの利用は無料で、月に1回 DX マーケティングに関するセミナーも開催されます。